おはようございます。矢野です。 今日はメイクみたいな感じで撮っていくんですけど、もう今日撮って今日ポンともうそのまま出しちゃおうっていう感じで今撮ってるんですけれども、今日はじゃーん、ユアグラムの、ブルーミングアイカラーパレットの、その東京ガールズコレクションとのコラボで、その新作のアイシャドウパレットを使いたくて。そうですね。で、私はブルベさんなので、これを使う方多いの見かけるので、よくね、見かけてたので、今日はブルベさんに特に参考にしていただきたくて、そう、これを使って秋冬メイクをしてみたいと思います。はい、ぜひ見ていってね。GO! ユアグラムの BR4 番で 書いていきます。ごめんなさい、適当で。ちょっとね、撮ってたんだけど変に止まっちゃってて、途中からでございます。ごめんなさい、本当に。書いていったら、アイシャドウだね。あと、ユアグラムのブルーミングアイパレットめっちゃ久しぶりに使うんですよ、実は。1番あるじゃないですか。あれがバズった時にめちゃくちゃ使って、ベースカラー底見えするぐらい使ってるんですけど、確か。ほら、めっちゃ使ってるんですよ。で、このね、新しい色ね、この、これとそっくりって言われてるの。似てるって言われてるんだけど、04番と。でもこっちよりも青みがかかってて、こっちでくすんじゃったとか、私みたいに似合わなかった人は、こっち挑戦してみてもいいと思います。まあ私も今から使ってみるから、あれなんだけど。まあどちらかって言ったらこっちの方が。で、この色がちょっとベース寄りなカラーだと思うので、ベースに使いたいと思います。楽しみやね。 どうなってしまうのか。あ、大丈夫そうだね。ちょっとベースからさ、たまに腫れぼったく見えちゃうとかさ、あったりするじゃないですか。大丈夫そうだね。でもやっぱこのカメラ越し、この壁がダメなんだよね。これ貼りの、なんか貼った方がいいのかな。 これなんか貼った方がいいのかな。これクローゼットだからさ、どうすることもできない。でも前、こっち側に机置いてたじゃないですか。ってなると、壁までの距離があるし、その他のものがすっごいいろいろ映っちゃって、映りが悪いというか、メイクに集中できない感じだったじゃないですか。なんか私それが嫌で、机こっちに変えたんですよ。そう。なんだけど。大丈夫そうだね。カメラ越しになると黄色みがちょっとあるように見えちゃうんだけど。な感じで、ちょっと紫みがあって、こう手に塗ってもね、すごいわかるかな。こう塗ったんだけど、馴染むぐらいいい感じのベースカラーですね。どうしようかな。ここの色、この色を使います。めっちゃ可愛くない？この色。普通にこう秋パレットとかに、新作パレットとかに入ってそうな色味。そう、温かみもあるんだけど、やっぱブルベさんの方わかると思うんだけど、やっぱこう黄色みがあるやつとか、温かみのある色とかだと、
ちょっとこうくすんでしまう人って出てくるわけですよ。まあセカンドがイエベさんとかだったりとかはまだちょっと温かみがあっても大丈夫な人はあれなんだけど、本当にイエベカラーが受け付けないって人いると思うの。私ダメなのダメな人で、カメラ越しではいいと自分で思うんだよ、いいなと思うんだけど、鏡で見たりとかその外で見たりとかするとなんかねぼやけてるの。だから本当にそのパーソナルカラーね、重要じゃない時もあるよ。自分でやりたいこと、使いたい色をやっぱり使った方がいいと思うんだけど、自分の色を分かってるからこそ、分かってたらそのなんか大事なことがあった時とか、ちゃんと顔色良くさせたい時とかに自分が分かってるからその色を使ってみたいなねやればいいだけの話だから、そしたらほら可愛くない？100均に見えないんだけど正直言って、はい。でここの色とこのベースカラーを混ぜていただいて下に塗っていきます。なんか下に塗るとコツらしいんですけど、YouTuber さんじゃないや、インスタでその韓国の方がやってたんだけど、まずシューって引いていくでしょ、こうやってガーって、そしたらわーってちょっとずつこうぼかしすぎない感じ、まずは結構ここに乗ってで、そっからふわーってちょっと涙袋ぐらいまでふわーって乗せると失敗しづらいらしいです。わかる？ちょっとこっちよりここの幅が出たでしょ。だから濃い色と明るい色をいい感じに混ぜちゃって、ほーってほーって何？ほーってなんだろうねはい、こんな感じ。ほら幅が出たね。こうやってここにちょん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 って塗った後に涙袋の線ぐらいまで入れちゃう。また泣いてる、叫んでる、ギャーうちでは普通のことだから気にしないでね皆さん。ちょっと子供の叫び声が好きじゃない人とかいるかもしれないけど、もう小学1年生だからもうその泣き方やめなって言うんだけど、やめないんだよねそれがね。なかなかやめないんですよ。どこで学んだのか分かんない。昔もっとおとなしく泣いてた子なんだけど、本当にね、YouTube 最近見る子増えてるじゃないですか。もう YouTube がなんかもう普通のテレビより YouTube が普通みたいになってるじゃないですか。もうだからそれの影響でその言う単語とかだったりとかも早いわけですよ。いろいろ覚えるのが早くてね。いいこともあるけどさ、なんでそれを覚えたっていう単語とかも覚えるじゃないですか。もうなんかもうお母さんになったけど、もう時代が違うなーみたいな。YouTube がその流行ったの、私が中学生になってからなる前ぐらい、本当にそれぐらいだったから、ここの色とここの色混ぜてます今、締め色。はい、可愛いんだけど普通に可愛いです。なんかほら可愛くない？例えば私もう一個の色だと事故っちゃうとか、まあ、似合わない色を避ければ、本当にこれ似合わないっていう色を避ければいけたかもしれないんだけど、こっちでメイクしてちょっと正解だったかもしれない。でそのアイライナーを引く前に結構しっかり締め色しとくといいですよ。そうこんな感じです。で私の場合は締め色をここにもちょっと突っ込んじゃうんですよ、余った色をね。すると
もうちょっとこう統一感が出るというか、アイメイクが綺麗に見えます。なので締め色をここに突っ込みます。なんかね、私二重幅じゃない、二重じゃないですか。なんか YouTuber さんあるあるで、元から二重ある方多いから参考にならないって方よく見かけるんですけど、私はもうないものねだりだと思うんだけど、私はあの本当に一重の子が好きで、本当なの。一重か、もう二重は二重でも、ここからじゃなくてここからの二重が好きなの。わかります？なんか海外の方とかってこことかがあるから濃いアイシャドウ塗っても違和感ないんだけど、私ハーフ顔って言われるけど、でもそういう濃いアイシャドウとか似合わないタイプだから、そう、濃いって言ってもその塗り方とかあると思うんだけど、だから本当ないものねだりなんだなと思って、そう、だからで、さっきの2つを重ねて、これをね、ごめんなさい、涙袋の影を作っていきます。あの明るい色を多めに取らないと、あの失敗しやすいので気をつけてください。でここ黒目の下を中心に塗る、なんか一番ここが濃く感じるように塗った方がいい。ほらめっちゃ馴染むよ。私今初めてこのシャドウパレット使ったんだけどさ、想像以上に可愛いんですけど、どうしてくれるの。普通に使っちゃいそうなんだけど、普通に、うん、私100均とか韓国コスメとかデパコスとかさ、100均使ってたばかりされたりするじゃない。まあ、昔よりはされなくなったと思うけど、でもこれ見てもバカにできるのかって感じだね。かわいい。で涙袋にラメを持ってくる、ハイライト持ってくるんだけど、ここの色やっぱり浮くかな、まあ、使ってみないと分かんない。だからまずここのハイライトカラー、いや、ね、ベースカラーを涙袋にわーってもう一回塗ります。ベースとして本当に涙袋をぷっくりさせたいときは、あの涙袋用のライナーみたいなのあるじゃない、あれを使った方がいいと思うんだけど、私はああいうの使うと本当にダメで、だからで、ここの色。なんかこういうハイライトカラーはさ、しっとりしないんだよね、いつもね。100均コスメってね。大丈夫？うん、ダメだね。あ、ダメだね。やっぱね、マットのシャドウはまだ色塗るんだけど、こういうラメカラーをブラシで塗ると、ダメだね。やっぱ指とか。チップ系、これを使います。これセリアのやつなのでみんな真似しやすいかな。これなら大丈夫そう。これは叩いて塗った方がいいかも。シャシャシャじゃなくて、でもほらちょっとぷっくりしてる一応。ほら落ちちゃうんだけど、アイシャドウ怖いんだけど、ラメがちょっと弱いから、多分涙袋をぷっくりさせるの好きな人は多分物足りないと思う。私はこれぐらいが十分なんだけど、今電気つけてないし、そのライトだけなんだけど、うん、私はこれぐらいがちょうどいい人なんで大丈夫なんだけど、ということでアイライナーを引きます。アイライナーちょっと100均じゃなくてごめんなさい。 D アップの何これ、何色、アプリコットブラウンを使います。これ今年出た、今年去年くらいに出た、まだ新しめな色目だと思うんですけど、わかるかな。じゃーんじゃーん、 OK。
どう？ OK。で、マスカラも100均のがあったんだけど、妹にあげてどっかやっちゃったから。マスカラとかも普通にやっちゃおう。今日はこのアイシャドウがメインな動画になっちゃってるから多分動画だから私的にね、はい、一応あれだけどこんな感じで、キャンメイクのさクイックラッシュカーラーみたいなパレやつあるじゃないですか。あれめっちゃボリューム上がる、こうバッてなるしいいんだけどさ、保養地じゃないんだよねあれ。私お幼稚が好きなんです私まつげが重要じゃないから、そんなにまつげ上げたりちゃんと あの目をパッチリこうバーってするとさ、やっぱ目がでかく見えるからいいことなんだけど、やっぱ私はこの D アップさんのマスカラさんがしっくりきちゃう。ずっとこれ使ってるからだと思う。本当に。ほら、普通にできるでしょ？本当に、まつげ命の方は、多分このマスカラはナチュラルな方だから、多分、こんなんじゃダメだよって思うと思うんだけど。漏れるってなると、もうちょっとバサバサで、そう。みんなカラコンするでしょカラコンする方とか多いと思うんだけど、私カラコンできない人だから、したくてもだから、そんな人にはこれぐらいがおすすめかなと私は思っております。チークは普段と変わらない、普段セシルバクビっていうところ、これもセリアです。はい、最近多めにしてるつもりではいます。今日どうなんかわかんないけど、これもブルベさんカラーなので今日のメイクに合うと思います。で、普段チークしないんだよ本当にあんまり。だけど YouTube 撮る時とかだったりとか、今日は大丈夫そうかなーっていう時とかはやってます。その私ね、純欲メイク、私前 TikTok ライブ中にやったんだけどハマっちゃって、チークをここに塗ってますよく。で、私がめちゃくちゃ好きなハイライトがあって、TikTok、YouTube にも一回普通に動画としても出したこともあるし、 TikTok にも出したし、あれなんだけど、じゃーん、イワグラムのバウンシーハイライター、これ売ってるとこ少ないんだよ今だから今もしどっかで見つけたらちゃんともう一回買いたいってぐらい大好きなハイライト。やばくない？これ100均ですよ。やばくない？で、ほっぺにもつけちゃう。ですね、ここにね、そばかすとかあるから、正直言ってあんまり使いたくないんだけど、ここにつけると、ちょっとだけ目立つからさ。だけどね、まあ、それは可愛さも、それも可愛いってことで。はい。したら、私は、秋メイクだから、やっぱここあったかいままでいいと思うんだけど、ちょっとこのツヤを入れるのがちょっと私的には流行ってる、自分の中で流行ってるので、ちょっとラメを突っ込みます。本当に可愛いからみんなにもやってほしいのよ、だからずっと言ってるの100均よこれ。なんでこれみんな買わないんだろうって思うぐらい可愛い。ノーマルカメラでこれよ、多分 TikTok のフィルターとかつけたらもっと可愛いと思う。肌綺麗な人とか美人さん、もう本当に美人さんってさ、ノーマルカメラでもめっちゃ綺麗に映るじゃないですか。私カメラに綺麗に映らないので美人なんだけどはい、って言っとかないとね。最後リップやね、秋リップ秋リップなんだろう、じゃーん、レブロンのマットリップ。これもう見て、使いすぎてる。
適当に塗ってもらって、叩いて塗っちゃおう。うん、かわいい、かわいくない？ちょっとバーガンディーな色なの。もうちょっと塗ってもいいんだけど、なんか他のマットリップよりも荒れにくい。最近は荒れにくいマットリップ多いと思うんだけど、クレヨンリップだからパパパパーって塗れちゃうとこもいい。だから昔さ、ほんまに昔よ、クレヨンリップ100均で買ったことあるんだけどさ、あれすっごいね好きだったんだけど、その時はコスメというものあんま知らなかった時だから。でもね、今思うとね、まずかったなってはい、っていう感じでした。どうですか？いきなりですよね、やっぱね。可愛くないですか今日のメイク。ちょっとラメをパパパーって塗っちゃったから、どちらかというと冬っぽくなっちゃったかもしれないけど、アイメイクがね。でもラメを使わなければ、まあ秋でもラメ好きそう、多分これぐらいつけてもいいと思う。キラキラー、はい。なのでラメ好きさんはここにまぶたにラメつけてもいいと思うし、別にラメいらないよって方はさっきにラメなしのやつのメイクを参考にしていただけたらいいなと思います。ということで今日はここで終わりたいと思います。パッパッパってやりたかったんだけど、なぜか風邪ひいたんかな、すっごい鼻がすごい垂れてきてて、その外の葉っぱとかも私春よりも秋の方がダメな人なので、すごいね鼻がムズムズしております。早く治るよう祈っております。はい、ということでグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと100均コスメを使ったメイクをまた出していきたいなと思ってるので、あのお金あんま使えない学生さんとかにもね、ぜひお金、お財布に優しいコスメでやっていきたいと思ってるので、ぜひ見ていってください。バイバーイ。